世界のジャパンチャンネルへようこそ。外国人観光客減少や旅行収支の赤字に頭を抱え、なんとか訪韓観光客を回復させようとしているお隣の韓国ですが、どうやら韓国の観光業界はさらなる問題を抱えることになりそうです。今回は台湾の女子大生が暴露した韓国の醜態に関する話題をご紹介します。2023年5月に台湾のある女子大生が韓国に旅行した際のことを SNS にアップして話題になったことをご存知でしょうか？その女子大生はソウルに二度と行かない10の理由と題して現地の実態を次々と暴露していったのですが、その内容を韓国メディアが取り上げ、国内で大きな話題となったのです。女子大生は韓国に3日間滞在していたそうですが、3日目にはすでにもう韓国には来たくないなという気持ちになっていたのだとか。ではなぜ彼女はそういった気持ちになってしまったのでしょう。まず挙げられた理由は深刻な大気汚染。これに関し彼女は、この問題が韓国のせいでないことは知っているが、それでも風景がすべてぼやけてしまっているのは非常に深刻な状態であり、ハンガンの水もとてもきれいとは思えないと語っています。次に挙げられたのは韓国の歩道事情。韓国の道は砂の上にブロックをただ並べただけの非常に簡易的な作りになっており、そのせいで道がデコボコしていて、つまずいて転ぶこともしょっちゅうあるのだとか。そのため彼女は、韓国の歩道に関して、韓国の歩道はキャリーケースを持って歩くには最悪だと述べており、同時にキャリーケースの車輪が壊れてしまったことも明かしています。また韓国には歩道を走行する自動車や不法駐車も多く、車が突然歩道に乗り上げてくることもあるため、歩道を安全に歩くことができないそうです。実際に彼女もそういった場面に出くわし、命の危険を感じたと語っています。加えて道がすごく汚くて、夜にはタバコの吸い殻と吐砂物がいっぱいだ。ある女性がタバコを吸って床に唾を吐いたのを見た時には、本当に衝撃を受けたと、衛生管理が行き届いていないことも暴露しました。続いて挙げられたのは交通機関が非常に不便だったということ。韓国の地下鉄は、間違って入ってしまうと一度出てから再度切符を購入し再び入らなければならないので、非常に不便と言えます。彼女はこういった点も指摘し、加えて KTX の切符を手に入れるのが思ったより難しかった。それに KTX は外観も汚れており、台湾の高速列車がどれだけ快適で楽しいかを再確認したとトロ。さらに行き交う人たちとぶつかるのは日常茶飯事だ。韓国人は道を譲らないと有名なので分かっていたことではあったが、それでも嫌な気持ちになった。またバスに乗るためには人々が勝手に割り込まなければならないので、これも非常に辛かったと厳しい意見を述べました。また彼女は電圧の違いについても困惑したと言います。韓国と台湾とでは電圧が違うため、持参したヘアドライヤーが使用できなかったのだそうです。ただしこれに関しては自分の確認不足だと反省の言葉を述べていました。今回彼女が旅行先に韓国を選んだのは、カンジャンケジャンという渡りガニを醤油だれに漬け込んだ韓国料理を食べるためだったのだそうです。しかし彼女は、先ほどお話しした不便な点を我慢してまで食べたいかと言われたら、そんなこともなかったようで、むしろ韓国料理は台湾や日本でも十分食べることができるし、わざわざ本場まで食べに行く必要はないと強く思ったと語っていました。以上が台湾の女子大生が投稿した内容です。外国人観光客が減っていると韓国が嘆いていることは皆さんもご存知だと思いますが、こういった内容を暴露されてしまっては
ますます観光客が減ってしまいそうですね。この話題に対して韓国の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。それじゃあ私も台湾に行きません。そのように言われる韓国人の気持ちになってみればわかりますよね。台湾を訪れた韓国人が同じような書き込みをしていたら、あなたは韓国旅行に行きたいと思いますか？それではその言葉通り、二度と来ないでください。どうせ我慢できなくなって、来年あたりにはまた旅行に来てそうですがね。台湾は韓国よりも、もっともっと汚いだろう。韓国よりも台湾の方が汚いのに、台湾人は自国の方が綺麗だと思い込んでいるようだ。ソウルは綺麗なところと汚いところが散在していて、定期的に環境美化委員が清掃するので、それなりにいい方だよ。それに比べて台湾は臭いし汚いし、路上に唾を吐く人がソウルよりも100倍多い。私も数年前に台湾に旅行に行きましたが、あまりにも汚かったので、二度と行きたくありません。歩道にバイク、キックボード、タバコの吸い殻があることに関しては、反論できない。でも台湾もバイクがたくさん走っていて、交通秩序も良くなかったし、湿度もすごく高かったから、もう二度と行きたくない。確かに不便かもしれないが、すべての人を満足させることができる観光名所なんてどこにもないだろう。タバコの吸い殻は本当に深刻な問題だ。韓国人の多くが吸い殻を地面に捨てることがルールだと思っている。タバコ中毒者たちが基本のマナーさえ守ってくれれば、国の品格と生活の質が良くなると思う。どこの国にもいい部分があれば悪い部分もあるでしょう。個人によって感じ方は違うのに、悪い部分しか書かないというのは、明確な悪意を感じます。あまり真に受けない方がいいですよ。台湾の大学生を非難するのではなく、納得して反省すべきでしょう。改善して、世界の人々に、一度は行ってみたい、もう一度訪れたいと、思ってもらえるような国にしましょうよ。この投稿の内容を見て、反省すべきだとか言う人は、台湾に行ったことのない人だ。台湾の歩道にデコボコはないのか？ KTX のどこが台湾の高速列車に劣っているというのか？韓国が台湾に劣っている点は、交差一つだけだ。韓国の禁煙文化だって、台湾よりもしっかりしている。この大学生はどこへ行っても、その国の不満を言うに決まっている。海外旅行はあまりしたことがないけど、約5カ国に少しだけ滞在したことがあります。その間、路上で唾を吐く人は、ほとんど見かけなかったけど、韓国では、唾を吐く人を本当にたくさん見かけます。悪いことは認めて、直してほしいです。この大学生が言っていることは、ほとんど合ってるよ。道を歩けば、タバコの吸い殻があちこちに捨てられているし、どこにでも唾を吐いたりするし、ゴミをゴミ箱に捨てない。韓国に秩序は存在せず、むしろ過去よりもさらに深刻になっている。言っていることが合っているとしても、韓国の女子大生がタクシーに乗った際、睡眠薬入りの飲み物を飲ませた。台湾が言うべきことじゃない。改善すべきところは、改善すべきだよ。韓国も日本のように、外国人観光客がたくさん訪れる素敵な国であってほしい。この投稿を見て、我々は反省しなければならないのに、反論ばかりで自らを振り返ろうともしない。我が国が先進国になることは絶対になさそうだ。そもそもそこら辺の女子大生の感想に、ここまで顔を真っ赤にして反論している人がいるのに驚きだ。どれだけ反論しようが、事実は変えられないのにね。反論している人たちは、無条件にソウルが最高だとでも思っているのかな？以上が韓国の人々の反応でした。台湾の女子大生の意見に反論する意見も多数見られましたが、どちらかというと、
肯定するような意見の方が多い印象です。では、この件について日本の人々はどのように感じたのでしょうか？一緒に見てみましょう。日本の反応。台湾にはノスタルジックな良さがあるんだけど、韓国はただ汚いんだよな。香港くらいまで突き抜ければ魅力になるかもしれないけど、本当にただただ汚い。韓国は韓国人だらけという点でもはや地獄。韓国に行ったことがあるけど、つまらなすぎて二度と行きたくない。台湾は独特の文化や食べ物、情緒があるから楽しい。韓国は新大久保があるからいいやってなる。確かに新大久保で十分だよね。汚い道路を見たり、下手なバスの運転に揺られたり、タクシーにぼったくられなくていいしね。台湾旅行で街が汚いと思ったことは一度もなかったな。むしろまた行きたくてたまらない。わかります。台湾人はこちらが恐縮するくらい、とにかく親切。全体的に古いけど、それも味があって、見ていてすごく楽しい。美味しいご飯もたくさんあるし、今年こそリピートしたい。それに比べて韓国人と来たら、人は不愛想だし、観光施設もハリボテのようで、見応えがない。おまけにご飯も美味しくない。台湾は本当に変わったよ。昔は韓国と同じように、スクーターが普通に歩道を走ってた。だから歩道を歩いていても、スクーターに引かれる心配を常にしていなければならなかった。信号無視も日常茶飯事だったしね。でも去年行ったら全然そんなことなくて、日本と変わらないまでになっていた。そのように言われる韓国人の気持ちになって考えれば、わかりますよね。っていう韓国人のコメントがあったけど、台湾の人も日本人と同じで、韓国人には来てほしくないと思うぞ。日本人も同じような投稿をしたらいいんじゃない。じゃあ日本に行きませんって言う人が増えるかも。問題なのは銃で済まないということ。っていうか、普段から散々日本の悪口言ってるくせに、韓国人の気持ちになってって何？来なくて結構っていうのは、まだわかる。でもじゃあお前の国にも行かない。みたいな報復感覚がすごく韓国っぽい。これ、何がやばいって、この台湾の女子大生は、普段から韓国料理を食べていて、特定の料理のために韓国まで行くほど、韓国が好きなんだよ。そんな子ですらこの評価なんだから、韓国のひどさは相当なものだったんだろうね。韓国に行ったことが、そもそも間違い、自己責任です。未だに韓国に旅行に行く人がいることに驚きを隠せない。台湾の女子大生の意見はあくまで個人的なものだけど、これに同調するかどうかは観光客次第だから、この意見に関して韓国人が反論しようがしまいが関係ない。日本人にとっては台湾の女子大生の価値観の方が近いように感じるが、彼女の指摘する点について韓国に行った韓流ファンの率直な意見を聞いてみたいな。大気汚染はほとんどが韓国のせいだよ。それを認めたくなくて中国に押し付けているだけ。水が汚いのは家庭の生活排水や工場の汚水をろくに浄化しないで流しているんだろうね。以上が日本の人々の反応でした。台湾の良さを語るコメントや、台湾の女子大生の意見に同調するコメントなど、本当に様々な角度からの意見が集まりましたね。さて、今回様々な醜態をさらされてしまった韓国ですが、現在タイでも韓国旅行をボイコットする動きが出てきているのだとか。2023年11月、タイのメディアは、韓国の出入国管理事務所の厳格な入国審査のため、タイ人が韓国訪問を忌避していると報じ、厳格な審査は違法労働者のためだが、その被害を合法観光客が受けている。韓国が解決策を見出さなければならないと指摘しました。
また、複数のインフルエンサーを含むタイのネットユーザーも、旧ツイッターの X に韓国入国が拒否され追放されたという否定的な経験を相次いで投稿。X では、韓国訪問禁止というハッシュタグが人気を集め、タイでトレンド1位となりました。このハッシュタグで検索してみると、否定的な意見を主張するタイのネットユーザーの投稿を見ることができます。とあるネットユーザーの投稿には、韓国は K-POP もあって、本当に繁栄しているところだが、国民の考えは遅れている。韓国の人たちはタイの人たちに対し、人種差別的だなどの否定的な内容が含まれていたとのこと。また他のユーザーも、韓国を4回も訪問し、往復航空券ホテル予約などの入国条件を備えたのに、最近韓国入国を拒否されたと主張しています。そしてタイメディアも、タイのネットユーザーは、韓国出入国管理事務所がタイ国民に差別政策を行っていることに懸念を示しており、そうした懸念がますます大きくなっていると言及しました。しかし、韓国のタイ人に対する厳しい入国審査は、韓国に多くのタイ人違法就労者が入国しているというのを受けてのこと。ただ、タイ側もこの問題については認識しており、特別委員会を設置するなどして解決策を模索しているところなのです。韓国観光公社によると、2023年3月の訪韓タイ人は、コロナ禍前の2019年3月と比較して、81.1% まで回復しましたが、7月、8月には、再び回復率が 50% 台まで減少。違法就労をしているタイ人も、もちろん悪いのですが、韓国に4回も行っているというタイ人の方もいるくらいですから、このままタイ人観光客が減っていくのは、韓国にとって少なからず、痛手となるのではないでしょうか。韓国側もタイと協力するなどして、策を講じなければ、タイ人観光客の減少は、悪化の一途をたどることになりそうですね。動画をご覧いただき、ありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。合わせて、家庭内問題を扱ったセカンドチャンネル、スカットピエンチャンネルの方もご登録いただけますと嬉しく思います。またのお越しをお待ちしております。